ごい一面に咲いてる。これさ、エゾノリュウキンカって言うんだよね、多分。キンポウゲ科だ。エゾキンポウゲに似てるんだね。ヤチブキだ。ああ、フキの形してるからか。はい、ダークソンでございます。先ほど幌加内町の朱鞠内ですか、浅地の飛行場の記述があったので、こちらの猿払村の総合ファームってところに来てみました。でこの辺にですね、旧日本陸軍浅地の飛行場跡の延滞号がございます。これだと思うわ。こっちが寄るか。あのね、ずっと奥にある木ありますよね。その手前にね、もっこりした丘のようなものがあるんです。ここと、あ、これか。これと、こっちにもあるかな。これがですね、浅地の第一飛行場の延滞号跡でございます。まあ、延滞号っていうのは、なんだったっけな。飛行機だとか、人を守るコンクリート製の建物ですね。で、こっから見る限りでは、コンクリートには見えないんですが、まあ、そのね、遺構のようなものがありますね。で、昭和18年に第1、第2飛行場の建設が始まって、約1年足らずで飛行場が完成するんです。で、そちらのね、労働に携わった方が朝鮮人ではないかということです。で、600人から800人ぐらい酷使されたんじゃないかと言われております。で、工事の元請け会社は鉄道工業というところなんですけど、直接工事したのは別会社といった内容ですね。これで繋がりましたね。幌加内の、幌加内もそうなのかな、ダム建設とか鉄道建設で、まあ、外国人労働者酷使した、まあ、記録が残ってるんで、それとね、まあ、関連して、名前がね、幌加内にも残ってたのではないでしょうか。ここのね、延滞号を探すの苦労しました。やっと見つけましたね。この付近に氷炭沼ってのがあるみたいなんで、それが目印らしいです。こんなんでいいかな。はい、以上でダクソンでした。